今何やってるんですか。いや、チューニングよ。完璧ですか。疲れたぜ。今ので完璧ですか。多分なってる。鈴木さんと後藤さんの前で披露していただく。練習の成果もゼロみたいな。ちなみに曲は何ですか。まあ、僕がその自粛期間にずっと弾いてたユイのチェリー4。優しい気持ち返すよ。お前ギターのせいかと思ってた。やめようよ。イントロに流してるけど。いやー、それのあんまないよ。この完成度で披露すること、YouTube とか。もうちょっとマシだけど、頑張ってるから弾けるんだって。手のひらで振る。もう一周やりたいの。なんで、2周目って言ったの。いや、C じゃないでしょ。なんでこれ聞き入れんの。お前も出れないよ。気になる。出れてないじゃん。 C ってやってたから。 C ってやってたから。出れてないじゃん。たぶん ちっと気になる。たぶんちっと気になる。好きなの。寝れてねえじゃねえかよ、結局。ありがとうございました。なんで2周したの、お前。何これ。終わり？終わりね。いかがでしたか。いやでもな、惜しいな。なんかその、うまくなってると思うけどな。ああ、単純に、最近だってそんなにすごい練習できてたわけじゃないでしょ。まあ、そのピークはまあ去年の自粛期間中だった。1年前じゃねえか。1年前じゃねえか。でもだから、なんかちょっともう一回取り戻したらもうちょっとうまくなれそうだったからさ。ありがとうございます。なんかその時聞きたかったなと思って。だいぶ途中の過程で一回披露があったから。ありがとうございました。よかった。チェリーのチェリーね。チェリーのチェリーです。
ょうがないんだこれ、しょうがないんだけど、何だこれ。教えてくれたナノカもチェインです。いや、しょうがないって、いや全然半分で上がってないでしょ、めっちゃ上がんないでしょそれで。いや面白かったな、ありがとうございます。いいよ、伸びてほしい。